はい、というわけでね、先ほど大会が終わりまして、今家で撮ってるんですけど、ジャパンプロ終わりました。で、結果はですね、おそらく、6位だと思うんですけど、正直、なんていうのかな、悔しさも、もちろんあるんですけども、今のこう100%のね、フィジークを、自分で表現はできたと思っているんで、なんていうのかな、納得の結果というか、もう、評価に関しては受け止めています。なんで、もうある次に向けて、新たな、課題をフィードバックでもいただけたので、そこに向けて頑張っていこうかなと思ってますね。今回、中国の、選手であったりとか、韓国の選手であったりとか、日本人もそうですけども、かなりね、レベルの高い大会で、日本の大会で、ファーストコールにね、呼ばれたのが、プロの大会ではなかったんですよね。なんで、それが今回の、ジャパンプロでできたということで、僕の中ではすごく、嬉しさもある大会でした。で、あとはですね、やっぱりこう、1年弱か、ぶりの大会にはなるんですけど、アイウォークをするときに、こうね、自分が出てきた時の、歓声度合いというか、声援が、もう予想をはるかに上回るほど、半端じゃなかったので、もうめちゃめちゃテンション上がりましたね。本当にね、会場に、来ていただいた、方はもちろん、ペーパービューでもね、いろいろ SNS でもね、DM くれたりとか、きちんと、目は通してますんで、本当にありがとうございます。やっぱりね、日本の大会に出るメリットは、やっぱり本当にこう生の皆さんの、応援の声が聞けるっていうのは、本当に僕の中では、すごく力になるので、本当にありがたいなと思ってます。だからね、来年も、日本の大会、全然スケジュール決めてないですけど、東京プロか、ジャパンプロか、出れたらいいなと思ってます。で、そんな感じなんですけど、で、そうですね、大会終わって、フィードバックをね、ヘッドジャッジに、もらいに行ったんですけども、フロントはね、すごく褒めていただいて、だけどやっぱりその分、バックのね、広がりだったりとか、その厚みの部分が、もう少し欲しいと。で、もう少しあれば、オリンピアにも行けるというふうなフィードバックはいただけたんで、ちょっと、そうですね、このオフ期間は、もう背中のトレーニングを、もう徹底的にやりまくろうかなと思ってます。なので、また来年、また再来年もそうなんですけど、もっとね、進化した自分を楽しみに待っていただけると嬉しいなと思ってます。そんな感じで、本当に今日は遠方からね、来ていただいた方々、
本当にありがとうございます。あとね、結構会場に来てたお客さんからめちゃくちゃなんかね、やっぱ差し入れをいただいたんで、差し入れいただいた方もね、本当にありがとうございます。美味しくいただこうかなと思ってますんで、ありがとうございます。まあ引き続きね、もう上を目指すことはもう決めてるんで、皆さんをオリンピアに、まあ、連れていけるように、まあ、これからも精進していきますので、応援をよろしくお願いします。今日はですね、本当にありがとうございました。